旭川市で50年続く下宿楽楽荘。高校1年生から大学4年生の合わせて10人が入居しています。先輩も後輩も一緒にテーブルを囲み、賑やかな夕食です。僕は割とみんなで食いたい派なんで、楽しいですね。楽しいです。疲れてるっていう時が結構多いので、やっぱ作ってくれるっていうのがあるのはすごいありがたいなって。この下宿の寮母大西さんは中富良野町で3人の子供を育て、旭川の高校へ進学した長男を楽楽荘の前身の下宿に預けました。自らも親として下宿のありがたみを感じ、離れて暮らす親子の力になりたいと12年前にこの下宿を引き継ぎました。本当に心配だったし、15の子を預けることが、そういう存在があることがすごいありがたい。生活の助けもしてくれるしっていう、まあ結局大人がいるっていうのは心強い部分はあるので。一方、札幌市の北大病院の向かいにある最新の学生寮、中には観葉植物が置かれ、おしゃれな空間が広がります。今時の設備はというと、こちら数年前にできたばかりの新しい寮なんですが、今学生に人気なのがこちら、無人で荷物を受け取れる宅配ボックスだということです。入り口にあるモニター付きの宅配ボックス、通販を利用したり実家からの荷物を受け取ったりする学生からとても好評です。最新のそして人気の設備は館内の随所に。この一番上に備え付けの Wi-Fi のルーターがあって、結構ここの Wi-Fi はすごい快適で、部屋ごとに自由に操作できるエアコンなど高を重視したデザインに、入居する学生もかなり満足している様子です。最新の学生寮にもいました、寮母さん。寮母歴10年を超えるニレイさんは最近の学生について、人見知りさんが多いかなっていう感じはあります、はい、ずっとこのままの通りでやってます、はい、人見知りでも時間をかけると必ずなんかお話できたりするようになるので。学生たちの生活を温かく見守る寮母の存在が、学生寮や下宿の昔も今も変わらぬ魅力と言えそうです。